チャールズ・ケオグデンは、イギリスの哲学者、言語学者、作家、博学者として知られるが、貴人でアウトサイダーでもあり、言語学、政治、芸術、哲学に関係する多くの冒険的事業で何らかの役割を演じ、特に改造された英語のために編集、翻訳、活動を行ったことで広範な衝撃を与えた。彼は、 一般的に言語心理学者であると定義され、現在ではベーシック英語の発明者として最も記憶されている。言語研究の中でも意味論の研究に大きな業績を残し、その著作の中でも意味の意味は有名。オフデンは1889年6月1日にランカシャー州フリートウッドにあるローサルスクールで生まれた。ローサルスクールは 父、チャールズ・バーデット・オグデンが寮長を務めているところであった。彼はバックストンとローサルで教育を受け、ケンブリッジ大学、モードリン・カレッジのスカラーシップを得て、1908年には古典を学んでいた。オグデンはヨーロッパ大陸へ行き、1912年から1913年にかけて言語教育の方法を研究した。オグデンは1915年に修士号を得た。 オグデンはまだ在学中の1912年に週刊誌、ケンブリッジマガジンを創刊し、その出版が終わる1922年まで編集に携わった。最初の年は問題続きであった。小さいが有名な出版社スティーブン・スウィフト &CEO をロンドンで経営していたチャールズ・グランビルが雑誌を始める機会を申し出たとき、オグデンは古典学トライポスの 第2部に向けて勉強中であった。雑誌編集は、最優等の成績を諦めることを意味すると考え、オグデンが、ヘンリー・ジャークソンに相談すると、ジャクソンはオグデンに機会を逃すなと忠告した。その後すぐにスティーブン・スウィフト &CEO は破産した。オグデンが第一次世界大戦の間でも、雑誌の編集に携われたのは10代で、 リウマチ熱を患ったことで兵役に不適格とされたためであった。雑誌の性格は対戦中に変容することになった。オグデンは記事を執筆する際しばしばアデラインモアという偽名を使った。ケンブリッジマガジンはシーグフリード・サスーン、ジョン・メイス・フィールド、トーマス・ハーィ、ジョージ・バーナード賞、アーノルド・ベネットらの文学的作品も取り扱った。ケンブリッジマガジンは 政治と戦争に関する国際的評論の機関誌へと発展していき、エドワード・デント、セオドア・バーソロミュー、そしてゴールズ・ワーシー、ローズ・ディッキンソンといったケンブリッジ大学の研究者たちの集団から理面でサポートを受けた。1915年10月から1920年までドロシー・バックストンが編集した外国史からの抜粋が各号の半分以上を占め2万部以上すられることに、 ったバックストーンは、実はその頃100に及ぶ、外国史から翻訳、競合を行う、大きなチームを率いていた。例えば、イタリア史の記事はデントによって、多数が翻訳された。この、ヨーロッパの新聞の抜粋は、ケンブリッジマガジンのみの独占出版であり、正解に不相応なほどの影響を与えた。例えば、EN、ロバート・レイド、ファースト・あるローバーンは、 外国史からの抜粋を使って1916年にイギリス側の抗戦的な主張、態度に反対するヘンリー・ペティ・フィッツを擁護した。1917年頃に、ケンブリッジ・マガジンは、特にフランシス・ヤング・ハズバンドに率いられた抗戦的、愛国的な権利闘争運動から、外国史からの抜粋の中立的な使用が平和主義的とされるなど、激しい批判を受けた。ドロシー・バックストンの夫、 チャールズ・ローデン・バックストンは、ユニオン・オブ・デモクラティック・コントロールと親密な関係を築いていた。権利闘争の議長を務めていたサー・フレデレリック・ポロックは1917年2月、ケンブリッジ・マガジンは平和主義者のプロパガンダであり、大学との関係を利用して、さも公式雑誌であるかのように装っていると攻撃する記事をモーニングポストに書いた。それに対し、 権利闘争の支持者ではあるが、多くの誠実な反対者や、報道の自由の擁護者でもあったギルバート・マリーが、抗議に加わり、ベネットとハーデから支持を得た。ヨーク市で保守党の議員だったジョン・ジョージ・ブッチャーは、議会で1917年11月に政府が、ケンブリッジ・マガジンに広告を出していたことに関して、質問を提出した。議員懇談会で、二人の自由党の政治家、 ウィリアム・プリングルとジョサイア・ウェッジウッドが、ケンブリッジ・マガジンは、ドイツ史の評論を読む、唯一の方法だと述べている。ケンブリッジ・マガジンは、第一次世界大戦後も続いたが、1922年に廃刊するまでに、機関紙に縮小していた。1919年には、クロード・マッケイが、ウォルター・フラーから、オグデン宛ての紹介状を携え、ロンドンに立ち寄った。 1920年3月にマッケイはオグデンと契約し、オグデンはマッケイの死をケンブリッジマガジンで発表した。オグデンは1909年にケンブリッジで異端者協会を共同設立した。これはエマニュエル・カレッジ長で前副総長のウィリアム・ショーナーによるプルーブ・オール・シングスの公読を受けて設立され、伝統的な権威全般、 特に宗教的協議に疑問を投げかける会であった。異端者協会は、ショーナーの不価値論的なアプローチに関心を持つ12人の大学生のグループとして始まった。協会は被告教同的で、女性にも開かれており、ジェーンハリソンはここで講演の場を得て、1909年12月7日の教会の開会講演を論文、異端と人間性として発表した。これは、 集団思考の危険性に警鐘を鳴らし、我々は個人主義と根拠本能の線引きに常に折り合いをつけているが、その線引きの舵取りがいかに重要かを認識するよう聴衆に訴えるものであった。異端という語の起源を調べる中でハリソンは、国教会の多くの宗教的制約や規則、国教会の大学との不潔な癒着に疑問を投げかけ、これはアルファとオメガとして出版された。 その次の日に、ジョン・マクタガートが行った講演もまた、あえて賢く、アレッとして出版された。他の初期のメンバーには、人類学に関心を持つジョン・ライヤードや、さらに、ハーバート・フェリックス・ジョロビツ、フランク・ラムゼー、フィリップ・サーガント・フローレンスらがいた。フィリップの妹アリックス・サーガント・フローレンスは、異端者協会のメンバーとしても、ケンブリッジ・マガジンの編集者としても活動した。 オフデンは1911年から10年以上、異端者協会の議長を務めた。彼は、様々な有名人を講師に招き、また、自身の編集者としての役割を協会とつなげた。1911年11月に、ギルバート・ケース・チェスタートンが、その少し前に、宗教の未来に関して論じたジョージ・バーナード賞への応答として、異端者協会での著名な議論を用いている。 その際、チェスタートンはよく知られた、名文句を繰り出している、1912年に、トーマス・アーネスト・ヒュームとバートランド・ラッセルが講演した。ヒュームの講演は、反ロマン主義と現在というもので、オグデンによって筆記され、ケンブリッジ・マガジンに掲載された。同誌には後に、ヒュームもラッセルも戦争について記事を書いているが、二人の立場は逆であった。ルパート・ブルックは二人について、 現代演劇に関する講演で取り上げ、またストリンドベリに関するブルックの見解に基づく記事が1913年10月にケンブリッジマガジンに載った。またエドワード・クロットの近代科学の盲賄主義という1913年の講演が交換された。オグデンはこの時期こういった業績の交換に非常に旺盛であった。1923年2月4日、生物学者 JBS ホールデンが協会で、ダイダロス科学と未来という未来予想的な内容の講演を行い、出版でも一定の成功を見た。これに対し1924年、バートランド・ラッセルにより、イカロス科学の未来と題する幾分悲観的な内容の応答があった。異端者協会は、バージニア・ウルフが1924年5月に、後に基準として出版される講演。 フィクションにおける人間性を行って、彼女の作品、ジェイコブの部屋から起こったアーノルド・ベネットの批判に応答するなど、その後も論断として著名であり続けた。この論文には、1910年12月に、あるいはそのぐらいの時期に人間性は変容したという主張があり、今では著名句になっている。異端者協会が1929年11月に、 会合を開いた際、オグデンの招きに応じたルートビヒビトゲンシュタインが倫理学に関する講演を行い、これは倫理学講話として出版され初期ビトゲンシュタインの中心的学説の一部とされている。オグデンはこの時期に4冊の本を出している。補修学校の問題は、ハンズワースにあるベストロイドライティング社のロッパートホールペストとの協調で産業的訓練を取り扱っている。 オグデンはこれに関連するゲオルク・ケルシェンシュタイナーの著作を翻訳してもいて、学校と国家という署名で出版されている。軍国主義 VS フェミニズムは、メアリー・サーガント・フローレンスとの協調である。制御できない、繁殖、多産性、VS 文明化は、アデライン・モアの名で出された否認に賛成する小冊子である。オグデンは、ケンブリッジで、書店2軒と画廊を運営し、画廊では、 ブルームズベリーグループの作品も販売した。書店の一つは第一次世界大戦が終わる日に略奪を受けている。オグデンはロンドンの出版元であるキーガン・ポールで編集者としての地位を築いた。1920年には心理学の雑誌プシュケを共同創刊し、後にはその編集を引き継いだ。プシュケは元サイキックリサーチクオータリーで EN。 ワルダー・ウェイトリー・スミスが立ち上げたが、1921年に名称と編集方針を変えた。この雑誌は1952年まで存続し、幾分かのオグデンの関心を打ち込む媒体となった。キーガン・ポールでもオグデンは数百冊の本からなる5つの総書を創立した。5つのうちの2つは、テーマ別研究総書で、文明の歴史と心理学、哲学、 科学的方法の国際的草書である。国際的草書シリーズでは10年間に100冊ほどが出版された。e n 2 d a y t o m o は刺激的な署名を持つ論文形式の一般向けの本を150冊ほど出したもう一つの広範な草書である。オグデンはこの草書に関しても1924年の創立時から編集に携わっている。 この総書の最初の本は JBS ホールデンの異端者協会での講演を保筆したダイダロス科学と未来であった。他にあなたのための科学とプシュケマメ本があった。意味の三角形オグデンはルートビヒウィトゲンシュタインの論理哲学論考を英語に翻訳するのを手助けした。ただ実はその翻訳自体はフランク・ラムゼによるものである。オグデンはおそらく エルンストマッハのドイツ語の文献に対するラムゼー指揮権を以前に知ったことにより企画編集者として翻訳の業務をラムゼーに一任したバールーフでスピノザの進学政治論になって英訳版に与えられたラテン語のタイトルはジョージ・エドワード・ムーアが発案しオクデンが採用したものである1973年にゲオルク・ヘンリク・フォン・ウリクトがビトゲンシュタインの 論理哲学論考の英訳に関するコメントを含む CK オグデンへの書簡を編集したが、これにはラムゼイとの通信も含まれている。オグデンの研究論文のうちで最も永続性があるのは意味の意味で何度も番が重ねられている。この本は言語学、文学分析、哲学の境界線にまたがっているのだが EN、ビクトリア・レディ・ウェルビーの作った概念、シグニフィックスや チャールズ・サンダース・パースの記号学に注意を向けている。20世紀英米哲学における言語論的展開の重要な一歩である意味の意味は言語の機能を理解する原理を提示し、いわゆる意味の三角形について解説した。そこには独特のフレーズ、ゴスタクがドッシュをディスティムするが含まれている。オグデンは学問的訓練を経た哲学者でもなく学級のとでもなかったのに、 イギリスの哲学会に大きな影響を及ぼした。意味の意味では、感情主義の理論が提唱された。オフデンはさらに、ジェレミー・ベンサムの意向を編集して、ベンサムのフィクションの理論とし、その前には、ハンス・ファイヒンガーの作品を翻訳して、虚構の哲学として出版している。どちらの本もフィクショナリズムの近代的理論の先駆と、みなされている。1925年からで、 ベーシック英語を提唱することが、オグデンの活動の中心となった。ベーシック英語は8 5 5からなり、日常の使用に必要なすべてをカバーする体系を持った補助的国際言語である。この8 5 5と5つの結合法則とにより、英単語2万語部の働きをするよう設計されており、オットー・ノイラートや、ウィラード・シー・ブリントンなど時代の主要な、 コミュニケーション哲学者の多くに影響を与えた。ベーシック英語を普及するために、オグデンは1927年に、性格言語研究所を設立し、ケンブリッジのキングスパレードに本部を置いた。1928年から1930年にかけて、オグデンは、ベーシック英語とジェレミー・ベンサムに関する研究のアイデアを、プシュケ市場で展開した。1929年に、 フィネガンズウェイクの走行からの一節をジェームズ・ジョイスが録音したものが性格言語研究所から交換された。同年夏にはシェムとショーンについて語られた話が出版されていたが、これは執筆途中のフィネガンズウェイクからの抜粋でオグデンは依頼を受け除文を寄せた。ジョイスが8月にロンドンに滞在した際、オグデンがジョイスに朗読を録音するよう勧めたのが、 契機となった。1932年にオグデンはフィネガンズウェークの一節をベーシック英語に翻訳して出版した。1943年までに性格言語研究所はゴードンスクウェアに移転した。オグデンは国際補助語協会のコンサルタントも務めた。国際補助語協会は1951年にインターリングアを発表した。 オグデンは膨大な量の本を集めていた。彼の所蔵していたインキュナブラ、写本、ブロア向けの文書、そしてジェレミー・ベンサム全集はユニバーシティ・カレッジ・ロンドンが購入した。残りの蔵書はカリフォルニア大学ロサンゼルス校が購入した。彼は1957年3月21日にロンドンで死去した。ありがとうございます。